タート西岡、これも関本さんいいバッティングでしたね。そうですね、内容の濃い最悪でもランナー進めるというバッティングですね、はい、その後西岡三投、これがダブルスチールになりました。チャンス拡大。その後小熊のワイルドピッチ、高田さんこれ西岡の足で稼いだ2点目でしたね。本当に大きかったですね。一方タイガース先発は中6日ノーミでしたが、2回好調福田に豪快なツーランホームラン。そして5回タイガースはワンアウト満塁のチャンスで伊藤隼太、ピッチャー小熊が弾いている間にこれがタイムリー内野安打になりました。3対2。そして6回の近江、2アウト満塁のピンチ、すごかった渾身のインコースストレート、そして今日はタイガースバッテリーがビシエドを4打席抑えました。3三振。8回にマウンドに上がった藤川球児はアウト3つ全て三振。まっすぐの走りも良、ね、くなってきましたね、はい、ってきましたね、はい、そして9回は守護神のドリス、ランナー1人出しましたが9回をゼロに抑えて能見が5勝目を挙げたという試合になりました。さあ中田さん、はい、今日はまずは能見のピッチングに尽きると思うんですが、そうですね、やっぱりこういろんな